そうですね、前後輩の鈴木浩太君がいるので今回は番手回ることになりました前を任せてというのは気持ちいかがでしょうそうですね、本当に久々なのでちょっとドキドキな部分が大きいです鈴木選手もドキドキしていると思いますがそうですね、だいぶプレッシャーかけておいたんで多分今かなり緊張していると思います <laughs> 連携楽しみですねそうですね、はいそうですね、あのちょっと落車してからあまり良くないんですけど とちょっとずつ良くなっている気はします2つのライン、積極型なんですけど、それはどう見てますかそうですね、まあ、難しいんですけど、チャンスがあれば好きつきたいとは思ってます先頭の高橋選手とは準決勝も連携あったんですが、いかがだったでしょう強烈でししたねでもしっかりそこ、ついていきましたそうですね、はい、ギリギリでしたけど、なんとかついていけました。 明日もラインで上位独占できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。連勝での勝ち上がり手応えいかがでしょう。はい、あの絶好調だと思います。まあ、準決勝ラインとしては候補に置かれたんですが、どう考えてたんでしょう。そうですね。あのはい、佐賀君がちょっとはい行き切れなそうだったので、はい自分のコースを見つけていきました。じゃあ2日間しっかりレースも見えてますかね。そうですね。はい余裕あります。優勝目指して頑張ります。応援してください。 えまずはこの2日間、手応えいかがでしょうか。そうですね、まあ、自分の足は悪くないなって感じます。決勝はどの位置になりますかあの。千葉2人の3番手になります。地元優勝当然狙って、まあ。最終的な結果で、はいまあ、自分のやるべきことをやってからですね。初日も逃げ切って、この2日間いかがですか。まあ、感覚はいいですね。もう寒い分ちょっとタイムがあの出てないんですけど。 それもあのうまくあの自分なりに工夫してできていると思います根田選手の前、いかがですか、気持ちもうあの気合い入れて、はい、頑張りたいいと思います決勝、どう戦うんでしょうか北の前でしっかりラインで優勝できるように頑張ります別戦も協力そうですが、どう見てますかまあそうですね、しっかり作戦考えて、勝ちに行きます。はい 優勝を目指して。はい、優勝だけしかないですね。<laughs>